皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画はスレイヤーのギタリストケリー・キングが2024年5月17日にソロアルバム From Hell Rise をリリースすることを発表したので、そちらについて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。2023年11月6日、ケリー・キングは新たに開設した自身の Facebook に床に置かれたチェーンの画像を投稿し、2024年に、とのキャプションで、来年何かが起こることを示し、これは、スレイヤー復活を意味しているのか、再び活動を再開するのか、などファンの間で、いろんな憶測が飛び交う、という内容の動画を去年に投稿したのを皆さん覚えていますか？あれから3ヶ月後、ついに、ケリー・キングのソロアルバムがリリースされるという発表があり、やはり一番気になるのは、どのようなメンバー構成になっているのか、ですよね。なので、早速、メンバー一人一人を見ていきましょう。まずはボーカルの、マーク・オセグエダ。ベイエリアスラッシュメタルバンド、デス・エンジェルのボーカリストで、2023年には、ザ・バイ・ストライクス・バックツアーと題したツアーに出演。エクソダスとテスタメントの、ベイエリアスラッシュメタルを代表するバンドと夢の共演を果たし、今でも現役バリバリの最強のボーカリストです。続いてギタリストは、フィル・デンメル。ベイエリアスラッシュメタルバンド、バイオレンスの創設者であり、その後はマシンヘッドに加入し、バンドの世界的成功を支える重要な立役者ともなった技巧派ギタリストです。ゲイリー・ホルトの代役として、スレイヤーのサポートギタリストとしても参加していることから、その実力はお墨付き。現在は、マシンヘッドを脱退していて、ケリー・キングのソロプロジェクトバンドに参加ということなので、メタル史に残る名盤を生み出してくれることを期待しています。ベーシストは、カイル・サンダース。ニューメタルバンド、ブラッド・シンプルのベーシストとして活動し、その後、2014年には、パンテラのドラマーであり、ダイムバック・ダレルの実兄でもある、ビニー・ポールが結成したバンド、ヘリエーのベーシストを務めた経歴を持ちます。カイル・サンダースの兄は、アメリカのオルタナティブメタルバンド、マストドンの、トロイ・サンダース。今は亡きビニー・ポールのバンドで培ったキャリアを、ケリー・キングのソロプロジェクトバンドで、思う存分発揮してくれることを期待しています。ドラマーは、ポール・ボスタフ。スラッシュメタルバンド、フォービドゥンのドラマーを務め、その後、デイブ・ロンバートの後任として、スレイヤーに加入した経歴を持つドラマー。一度、慢性的な肘の負傷により、スレイヤーを離れ、その後はエクソダスに加入。エクソダスでの活動を経た後、再びスレイヤーへと戻り、メンバーらと共に、スレイヤーの最終ツアーを迎えていることから、ケリー・キングと、一番親密な関係であると言えます。ケリー・キングのソロプロジェクトメンバーを一人一人見ていきましたが、まず一言言わせてください。ケリーの親父、最高すぎるぜ。80年代のスラッシュメタルシーンを築き上げたメンバーによる最強のスラッシュメタルバンドが2024年という時代に再び地獄から立ち上がり、下界を血と悪魔の世界へと染め上げるといった。スラッシュメタラー全員が、鼻血物の超最高のソロプロジェクトバンド、ケリー・キング。アルバムリリースに伴い、先行シングル、アイドルハンズが公開されているので、早速聞いてみたいと思います。開幕から脳天を突き抜ける疾走感、ザクザクとしたリフ、そして、1分46秒からの畳みかける怒涛のスラッシュ節は絶品で、さすが80年代という恐竜時代を生き抜いた彼らたちだなと思いました。とにかくかっこいい、この一言につきます。いかにもケリー・キングらしいスラッシュメタルサウンドで、本来スレイヤーでリリースするはずであった楽曲が、ニューアルバムや今後の作品に収録されるのではないかと予想しています。その理由は、ケリー・キングは2020年のインタビューで、アルバム2作分以上の曲があると話していることから、あれから、もう約4年が経っているので、もしかすると、アルバム5作分くらいは、すでに仕上がっているのかもしれませんし、
もし、スレイヤーの活動が続いていれば、まだまだアルバムがリリースされていたということにもなりますよね。ケリー・キングのやりたい音楽を、最高のメンバーで制作する環境が整った今、今後、怒涛のラッシュでアルバムがリリースしていくことが考えられます。本当に楽しみで仕方ないです。また、ニューアルバムについて、ケリー・キングはこのように話しており、何か違うことを試してみるなら今がその時なんだろうけど、俺は違うことをやりたいなんてこれっぽっちも思っちゃいない。俺は、もしスレイヤーのメンバーじゃなかったら、スレイヤーのファンだったよ。俺としては、これは、スレイヤーの延長線上にあると思うし、多くの人が、これは、スレイヤーの次のアルバムになっていたかもしれない作品だと思うだろう。多分、80% はそういう音楽だし、もしかしたら、完全にそういう音楽かもしれない。俺には間違いなく延長線上に思えるし、リペントレスの次に来る作品だろうね、と話しています。新しいことに挑戦する気持ちや勇気も大切ですが、ここまで一貫して、自身の音楽を貫き通すのは本当にかっこいいですし、ケリー・キングは本当にスレイヤーの音楽を愛しているんでしょうね。一つのことを今でも続けられるのって、心から愛していないとできないことですし、ファンとしてはメンバーは違えど、またスレイヤーの音楽を聴けるのは嬉しいですよね。ジェフ・ハンネマンもきっと天国という地獄の地で応援してくれていると思います。そんなケリー・キングが愛してやまないスレイヤーなのですが、最新のインタビューで他のメンバーとの交流をこのように話しています。トムとは2019年のスレイヤーの最終公演以来、話をしていない、メールすらない。ロンバートは、俺の中では死んでいる、と話し、トム・アラヤとの関係については、トム以外のバンドの他のみんなとは、電話やメール、E メールで話した。もし、トムから連絡があったら、多分返事をすると思う。彼が何を求めて連絡してきたかにもよるだろうけど、今のところ、彼の死を願ったりはしていないよ。まあ、俺とトムは一度も気が合ったことがないんだ。俺がチョコレートシェイクを飲みたいと思ったら、彼はバニラシェイクを欲しがるみたいな。ケリー、空は何色？青だ。トム、空は何色？白だ。そう、俺たちは違う人間なんだ。年月が経てば経つほど、それは強くなっていった。俺たちは、全く違う人間だから一緒に出かけたりはしなかった。一緒に素晴らしい音楽とライブを作り上げたんだ、と話しています。ロンバートの関係については、彼は、俺らがオーストラリアに向かう飛行機に乗っている時に暴言を吐き、俺らが14時間も反論できないことを知っていて、俺を裏切ったんだ。彼をバンドに引き止めていたのは俺だけだった。トムは、その前から彼を脱退させたがっていたし、ジェフはクモに噛まれたばかりだったから、あまり一緒に演奏していなかった。俺は、ロンバートが必要だ。今すぐ彼を変えたら、ファンは納得しないだろう、と言ったんだ。そして、オーストラリアの件が出てきた。彼は俺を裏切った。だから、このクソ野郎と思ったんだ。彼はすごく影響されやすいんだ。彼は、当時、彼の弁護士だった女性の話を聞いていて、彼女は、俺らが、メタリカ並みのお金を持っていると思っていたんだ。俺たちは、メタリカ並みのお金を持ったことがない。彼女は、彼の耳元でクソみたいなことを吹き込んで、彼は、自分は、もっと多くもらえるはずだと思い込んでいたんだよ。ただ手数料を稼ぎたいために、真実を隠していいことを言う奴に相談したようなものだよ、と話しています。こうして考えると、スレイヤーって、音楽一つでみんなが繋がっていたんだな、と改めて思いますし、ジェフ・ハンネマンも話し合うのが難しい人間ですから、2019年まで活動が続いていたのが奇跡ですよね。それだけ、スレイヤーという音楽をメンバー全員が愛していた証拠だと思います。さて、今回は、スレイヤーのギタリスト、ケリー・キングのソロプロジェクトバンドと、ソロアルバムについてを、皆さんと一緒に見ていきましたが、
皆さんは、もう、ケリーキングの先行シングルを聞きましたか？まだの人は、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ、聞いてみてください。曲が始まった瞬間、鼻血が出てしまうほどかっこいいので、要注意です。それでは、皆さん、良いメタルライフを。